はい、こんにちは。今日はね、6月の17日、金曜日です。で、例のごとく、6月は3連休になっております。で、今日の取り付けで、昨日ね、黒猫さんにも 50W 用のドライバーユニットが来たんで、今日、本今取り付け完了しました。で、音出し、完了いたしました。音出しって言ってもね、ちょっとマイク叩くだけですけどね、前回と同様ちょっとね、家の前に結構車止まってるんでサイレンちょっと鳴らせないんで、多分ちゃんと正規のね、50W 用のやつを買ったんで、サイレンも正常に爆音で鳴るはずです。で、前面蛍光灯もね、ちょっと配線、ちょっとやり直しまして、ストロボイの点滅する線があります。白のね。それをちょっとね、プラスマイチョンチョンって、接触しながら自分の好みのね、点灯シーンをちょっと決めたんですけども、やっぱりちょっとうまいこといきませんね。やっぱ、最初はね、3回点滅するんですけど、なんか次からね、ちょっと交互になんか光ったりとか、ちょっと しちゃうんで、やっぱり、点灯ユニットをやっぱ入れないとダメなんかなって思いました。なかなか手に入らないんでね、トヨタもトヨタでもあると思うんですけども、品番がわからないと購入できないんで、ちょっとめんどくさいです。ネットでもね、ちょっとまだ、そういうね、出てないんでね、一番いいのはパトライス製純正のね、点滅ユニット FL-24 が出てるとちょうどいいんですけども、ないんでちょっと、困ってます。まあ、とりあえずね、これでもうとりあえず全面許可では終わりにします。で、ドライバーインと全面灯との配線。で、もうちょっとね、ここがバッタバタですかね。これドライバーインと入ったやつです。これが 30W のやつです。前のね。はい。で、今ね、50W つけてたんですよ。やっぱ 50W ね、ちょっと、ネジの巻きがちょっと多い、少ないんかな。少ないんやね、これ 30W と違って。で、本来やったらね、30W こういう風な感じでついてたんですね。ですがね、今 50W 見るとね、もうこんな感じ。やっぱねじ切りが、山が少ないってことですね。で、あと、脱防止のね、カットワイヤー。これも移植しました。で、ドライバーネットのこの、もう動画に上げてないんですけども、この配線ですね。専用の、ドライバーユニットを接続する専用のワニ口キャップじゃないけども、なんかそういう専用のね、カチッと閉まるやつがあるんですね。それを、ヤフーオークションで買って取り付けました。プラスマイナス15ね。イラン配線まで。これは、車外のね、マルコホーンつけた時の、マイナスアースです。もう使わないんですけどね。どっか、結束しとかないと危ないな。あ、全然大丈夫か。こんなんで。まあ、取ってまうかな。これは、めんどくせえな。こいつだけつけとこうもんね。またなんかで使うかもしれんで、まあ、つけとくか。とりあえず、フロント周り、これでちょっと完成しました。もう一つね、また後からちょっと動画を上げますね。ちょっと出し惜しみしますけどね。以上、ちょっと2時間ぐらいかかったかな。もう4時過ぎてるんですけどね。ようやく取り付けがちょっと完了しました。まあドライバーインってことはネットでちょっと、YouTube でちょっと言ってないんでね。それあれですけども、急に付けたって感じなんでね。はい。今日は、以上、第1弾目、ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。